w, en, テンプレート、アタッチド KML, アベニュー、D ウィキデータにある KML J. コブリース住宅アベニュー D はニューヨーク市マンハッタン区イーストビレッジ地区のアルファベットシティを南北に走る通りである。マンハッタン島のほぼ東端に位置し、その一ブロック西にはアベニュー C が東には FDR ドライブが走っている。この通りの南端はハウストンストリートで 北端は東12丁目である。ハウストンストリートより南では、コロンビアストリートとなり、グランドストリートに突き当たるまで続いていく。アベニュー A、アベニュー B、アベニュー C、そしてアベニュー D が走るイーストビレッジ内のエリアは、これらのアベニュー名から、アルファベット式と呼ばれる。アベニュー D よびコロンビアストリート上は、ニューヨークシバス M14D が東十丁目から、ハウストンストリート、 デランシーストリートの区間を走っている。多くの著名人がロワー,ーイーストサイド出身だが、特にジェームズ・キャグニーはアベニュー D で生まれたと言われている。ありがとうございます。